久しぶりです。脳内マイクズの放送実行、イエーイ。ご無沙汰、長らくサボってました。申し訳ございませんでした。ご無沙汰。ちょっと久しぶりやから何喋んの。緊張するな。うちで頭切れてるのが確認できるわ、うん、2人が猫背やからでも2人の猫背の回やって頭は切れてないから私が猫背になる。これでいこう。ムラシャンしまくって、もうムラシャンステレオやった今。紫シャンプーは紫になるんじゃない。紫シャンプーをすることで黄色の黄ばみの色素を抜いてより白くするっていうシャンプーなんですよ、うん、やっていくうちに髪の色がこんな、だからてっぺんのブリーチというの差がすごい、うん、首引き抜けてんちゃう？あくびしたで今。プラシャン。今の何点？それはあんま流す、流したらいいや。流せませんが。うん、プラシャン。プラシャンじゃなくてプラシャンやったから、明らかにあのムラシャンから来てたな。うん、ばかし古いな。ローラのつもりかな。そうかな、うん、ローラはちなみにない。プラシャンみたいなのはない。プーラいやそんな笑うクオリティじゃない美味しそうやね。新たなんかあのエビの天ぷらを噛んだわ今天ぷら天ぷらこの動画に皆さん天ぷら好きな天ぷらコメントしてください。振り返れてない。いっか。脱線。俺は脱線させよう。ムラシャン。え、戻しすぎやろ。そこを戻すの。今ツッコミまでの流れうまいこと言ったの。そういうのを言うなって。何何どういうこと？お見事。お見事？ボケを分析するんやめて。何？何事？あ、あなたは分からんでいいよ。うん。また最近は。最近はもうめっぽう YouTuber とアニメばっかり見て。13話のうち3話で泣いた。私アニメ見るもん。あんま見えへんけど、見るなんか。ほら俺全く見んけど、楽しんで見てたのは。お邪魔女ドレミぐらい。おお、面白い。なんか面白かった記憶あるよ。大きな声でピリカピリララ、知らん。はしゃいで騒いで歌っちゃえ、テストで3点笑顔満点、時々ワクワク年中無休、トゥル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 トゥトゥル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 トゥ何見る？俺？うん、最後に見たんはでも筋肉マンとかかな。昭和？昭和やろ。誰が？うん、昭和。昭和の男や。昭和か。うん。大正の男や。いや昭和。昭和。大正の人？うん、昭和。明治の可能性する。歴史人物？タイムワープしてきて、明治時代から。嘘、うん、何のアニメ見てたの明治の時。明治の時はすごかったよ。おそ松さんとか。いや、なかったなかったなかった、うん、だっておそ松くんより新しいやんそれ。おそ松さんはなかったって。あ、そっか。おそ松くんが
が、うん、その古い方。おそ松くんも別に古い世界の話でもないし。サザエさん。サザエさんももう文明あるやん。あれ昭和や。あるな。頑固ちゃん。頑固ちゃん。であなたが知ってるような感じじゃなかった。うそ。明治時代。頑固ちゃんアニメちゃう。まあ、見に来たよね、アニメ。何見たん？ん？何見てきたん？当時大正で、当時の大正で明治時代。明治時代あの頃やってたのはね明治時代ってテレビやろあの頃は何やろ明治って何歴史振り返ろっかじゃあ平成その1個前は何やと思う昭和おやるやんもうその次から分からんなんでよなんでって言われてももう分からんその大正とか明治とか江戸なんだっけ鎌倉、うん、あもう全こっちゃ分からん鎌倉は分かる一番古いなこっちゃ分からん鎌倉がなんて鎌倉は一番古いのは分かるけど一番古いうん、うん、そうあとが次の順番が分からんわ昭和の次からが分からん、うん、ここに載せとこじゃ分からんから載せようないググれちなみに何平成、うん、昭和、うん大正、うん、明治かやね、うん、今のこれ何え？あの上から下からこうやってあげたあもう一回やって平成、うん、昭和、大正、あ明治明治の次は分からん何もし分からんこの動画さ、うん、なんかコピーバンドやろうかみたいな言うてたからさそうやねやってほしい曲とかさ書いてもらおうよコメントにやってほしい企画とかでもいいしね、うん、ああそうやねツイッターとか天ぷらわかった天ぷらも書いたらいい、ね、天ぷらの好きな天ぷらのものとなんかこういうコピーやってほしいなみたいなのがあったらじゃあ YouTube のチャンネルのコメント欄かでも、まあ、視聴者さん少ないから、うん、Twitter とかで公式でじゃあ募集してみて選んでやる、うん